イースの大いなる種族。イースの大いなる種族は、クトゥルフ神話作品に登場する架空の種族。人類以前に繁栄した、旧支配者、の一種族。イスの偉大なる種族との表記もある。概要、イースと呼ばれる滅亡しつつある銀河のあちらから6億年前の地球に到来した。実体を持たない精神生命体。時間の秘密を極めた唯一の種族であるため、畏敬の念を込めて、大いなる種族と呼ばれている。以下の情報は、彼らによる精神交換を経験したミスカトニック大学のナサニエル・ウィンゲート・P3 教授が、学会誌、アフリカ心理学協会起用、に寄稿した記録によるところが大きい。投影による精神交換、別の生命体と精神を交換する能力を持ち、種族の生命保存と知識の収集に活用している。精神を投影できる範囲は非常に広範で、時空を超えて別の銀河系や何億年もの未来や過去へ投影することもできる。様々な時代や場所の知識を得るため、そこに住む知的生命体の中で最もふさわしい相手と一時的な精神交換を行う。大いなる種族が新たな環境で調査活動を行う一方、精神交換を強制された相手は遥か未来、または過去に位置する大いなる種族の体に閉じ込められ、研究対象として情報、知識の提供を求められる。なお、意外なことに彼らが知識を記録するために使用しているのはペンとノート、本、である。一連の調査が終わると、彼らは再び精神を転移して、お互いを元の身体に戻す。その際、相手が大いなる種族の下で得た記憶は抹消されるが、稀に記憶が断片的に残ったり、夢に現れたりすることがある。その場合、同じ時代に転移している同胞たちにより、隠蔽工作がなされる。また、大いなる種族の知識を信奉する集団や異端宗派が、その知識と引き換えに彼らの活動を支援することもある。彼らの科学技術や産業は極めて高度に発展しており、労働に時間を割く必要はほとんどなく、もっぱら知的、芸術活動に時間を費やしている。彼らにとり、芸術は極めて重要な位置を占める。肉体の寿命が尽きかけた個体が、死を免れるために精神交換を行う場合もあるが、そういったことは非常に稀である。しかし、種族全体に避けられない脅威が迫った場合は、一斉に精神交換を行い、他の場所や時代に住む知的生命体の肉体へと移ることによって破滅を逃れる。6億年前にオーストラリア大陸に生息していた巨大な円錐体生物、光術、と精神を交換して地球に来訪した。そして先住種族であった浮遊するポリプ状の生物、盲目のもの、を駆逐、地下へ封じ込めることに成功し、地球の支配者になった。やがて未来から得た知識により、盲目の者たちが再び地上へ侵攻することを知った彼らは、その時が訪れる直前、原人類の次に栄えることになる、凶壮なカブトムシ類、の肉体に転移し、逃亡する。その後、地球の終焉が近づくとさらに、水星の球根状植物に宿ることになるという。外見、精神生命体である、大いなる種族、の本来の姿は不明であるが、彼らが初出したハワード・フィリップス・ラブクラフトの、時間からの影、超時間の影、に取り上げられている。6億年前から1万年前までの地球で彼らが使っていた肉体について説明する。胴体は底部の直径が約3メートル。高さが約3メートルの円錐体で、虹色の鱗に覆われている。底部は弾力性のある灰白植物質で円取られており、ある種の軟体動物のように這って移動するのに用いられる。円錐型の頂部から伸縮自在の太い円筒状器官が4本生え、2本は先端にハサミを備え、重量物の運搬及び擦り合わせての会話に使われる。1本は先端に赤いラッパ型の接歯口が4つあり、
最後の一本には頭部がついている。頭部は黄色っぽい歪な球体で、円周上に大きな目が三つ並び、上部からは鼻に似た聴覚器官を備える灰白色の細い肉茎が4本、下部からは細かい作業に使われる緑色がかった触手が8本、垂れ下がっている。彼らは半ば植物的な生命体で、水中で成長する胞子でタンタメ生殖を行う。